2020年4月3日、野球町ニュースです。いやー、それにしてもあれですね、もうコロナウイルス、新型コロナウイルス、すごいですね、なんか世間を騒がしてますが。でもあれですよね、日本の人口に比べれば、そんな感染者数はそんな多くないんじゃないかなって、個人的には思ってますけどね、はい。しかしですね、まあこれからどのくらい広がっていくのかまだ未知数なので何とも言えないですよね、はい。で、本日あれですね、もうかなり自粛要請が東京都などから出てますが、どうなんですか。もうね、東京都内飲食店、もうキャバクラとかね、ガールズバーかなり厳しいんじゃないでしょうかね、本当に。人はかなり少なくなっちゃってますね。うん。あと、出勤してる女の子もかなり少ないみたいで。これで、このままね、行ったら本当に、生活していくの大変だと思いますよ。本当に。どうするのか、私も本当心配しております。電車もね、結構ね、乗りやすくなってね、いいのはいいんですけどね、個人的には。はい、まあ、私花粉症なんでね、この時期マスクをするのは全然 OK なんですけど、でもね、ずっとこのままマスクをしてるのはさすがに辛いですよね、はい。そんなこんなで今日の日経平均ですが、17,820円19銭。前日終わり値1円47銭プラスということになっています。トピックスの方がそうですね、こちらは若干マイナスで、マイナス 4.74 ポイント。1325.13 ポイントで終了しています。マザーズの下げが大きくてですね、マイナス 19.37 ポイント。パーセンテージにしますとマイナス 3.16% ですね。マーザーズは本当にボロボロですね、はい。で、アメリカの有名なデリバティブ指数ともいえるビックス、これがね、もう 50% 台にまで下がってき、まあ50ぐらいに下がってきましたけど、まだまだ通常はね、 20ポイント下回っているのは通常ですからね、はい。で、今原油28点、原油先も時間外取引で28ドル、 1バーレル28ドル台前半ぐらいで WTI 28ドル前半ぐらいで推移してますね。結構あれですね、暴騰しましたね、原油の方は。さすがに、なんかこんな感じで進んでますけど、今現在ドル円は108円の37銭、108円の前半で推移してるってところですかね。先物、そうですね、ダウ先物が、若干っていうか、まあ結構マイナス、そうだね、まあ平時だったら結構大きな下げなんですけど、まあここ最近ですと、それほどダウ先物の下げは、まあ大きくはないかなといった感じですか。ただ相変わらずその、米国10年債、これがもう金利が 0.5、0.6 みたいなね、すごい水準で、いや低すぎますよね。まだまだ危険な状況が続いてるということですかね、はい。まあ、今夜の、ね、ニューヨークどうなるかまだ分かりませんけど、はい、まあ、引き続き注意して見ていきたいと思います。以上、野鳥町ニュースでした。